はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、バンクシーです。今日もねノーマンズスカイ続きの方ねやっていきたいと思います。で、前回ね見ていただければわかるんですけど、こんな感じでね黄色から赤にイメージチェンジイメージチェンジしたんですよ。で、今回もねまた続きの方やっていきたいと思います。で、前回の動画のコメントでアドバイスをいただきまして、スーツのねこのアイテムのスロット宇宙ステーションで増やせますよっていう風に教えていただいたんですよ。一つだけ、各宇宙ステーションで一つだけなので、早速今日はね宇宙ステーションに行きたいと思います。スロットを増やします。アドバイスね、コメントの方ねありがとうございます。早速行きましょう。で、ミッションはその後にやっていきましょう。発射エンジン 25% まだ大丈夫だね。行こう。前回宇宙ステーション行った時にはね分かんなかったな。くまなく見ていたわけじゃないんだけど、宇宙ステーションあった、ここ行きます。よし、行こう。パルスドライブ使って、さあ、なんかねやっぱり増やしていくとすごい楽になりますよってことなんでね。確かにそうだよね、すぐインベントリーというかスロットいっぱいになっちゃうもんね、宇宙船も含めて。よし、来た。ここだね、行きましょう。よいしょ。ここは前回来た宇宙ステーションでいいんだよな。だいぶ宇宙ステーションへの侵入の仕方も慣れてきたぞ。トトフルでランデブー、そうだね、宇宙ステーション、トトフルでランデブー宇宙ステーションだよね、前回来たとこ。よし、じゃあ早速こっち、なんか一番左の人っていう風に教えていただいたんですよね。この人だ、この人よーってやられた。可愛らしいな。テクノロジーの承認アエブレグ。この人の言葉は全くわからん。生命体は瞳の奥にかすかな恐怖と驚きを浮かべて私を見ている。これ以上私に言うことがないのは明らかだ。あれ？ん？あれ？応対してくれねえな。ここか。スーツのアップグレード、ここでいいのか。これか。新しいスーツのスロットをインストールする。はい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 。これのうちのどれかがいけるんだ。じゃあ普通に一般、普段使ってるやつでいきましょうか。アップグレードする。5000ユニット必要。5000は全然あるな。30万以上今あるんで。じゃあこれを早速アップグレードしました。これで？1個増えた。こんな感じで地道に増やしていくんだ。ここは？可愛らしいね。テクノロジーの商人、ウップル。ナノマシンクラスターと引き換えに、インストール可能なエクソクラフトアップグレード。エクソクラフトってなんだっけ？快楽、友達、販売員、ゲック。アップグレードモジュールを購入する。エクソクラフトっていうのは何なんだろう？スーツのことか。スーツをアップグレードできるんだ。なるほどね。ダメージ、発射速度及び燃料効率が改善される。燃料効率と最高速度が向上する。これジェットエンジンのことかな、後ろに積んでる。マインパワーと燃料効率に改良を加える。加速タンク容量と加速力を向上する。加速性能、燃料効率、最高速度を向上する。攻撃力と発射速度を向上する。この辺はもう高くて無理だ。 B ランク、 A ランク。こっちは宇宙船だ。これは宇宙船のアップグレードだ。パルスエンジンとかこの辺だ。はい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 。宇宙船はね、コメントでこれもアドバイスいただいたんですけど、乗り換えた方がいいっていう風に聞いたので、最初の宇宙船はねあんまりやっぱ使えないので。武器ターミナル、この人なんだ。だから宇宙船のアップグレードはちょっと
優先順位的には違うかな。マルチツールのアップグレード、これはマインビームか。マインビームちょっとアップグレードしましょうか。装置効率性を向上させるスキャナーモジュール、内蔵チップがスキャン半径を改善し、ディスカバリーデータの質を大幅に上昇させる。ボルトキャスターモジュール、リロード時間を減少させダメージを上昇させる。プラズマランチャーモジュール、爆発ダメージと半径を改善し、爆発前の最大バウンド数が上昇する。これ武器のことかな。爆発ダメージとクレーター半径を上昇させる。ブレイズジャベリンモジュール、レーザーダメージを上昇させリチャージ時間を減少させる。あーでまだあるね。武器のダメージを上昇させリロード時間を減少させる。パルススピッターモジュール、内蔵するチャージシステムに負荷をかけることによって発射速度が上昇しリロード時間が減少する。あとこの辺は B ランク、 A ランク、 S ランクっていうのもある。まあ、この辺はいいや。ちょっとわかんねえな。これは武器ターミナル、なんかかっこいい武器があるぞ。あ、すごい、無限のメッセンジャー B クラスの武器。はい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 。でもこれちょっと待って、比較するってあるな。これ欲しい。弾丸効力ちょっと上がる。スキャン範囲これもちょっと上がるね。ただめっちゃ高い、107万5000ユニットこれ無理じゃん。現在のマルチツールを下取りして買う。だって5万6000でしょ。あ、全然足んないわ。これはお金貯めなきゃダメだね、ユニット。いや、行こう。スロット増えたんで、あれやりに行きましょう。全然足んないわ。お、旅のマイルストーン。徒歩旅行者。20KS。かなり歩いた。あ、ちょっと待って。誰かいる。何この人。あー、行っちゃった。おお、早っ。行ってしまった。話しかけたかったね。なんか違う宇宙船乗ってたな。行きましょう。じゃあ自分の基地に戻って、あの基地コンピューターか、あれをやる感じだよね。自分の宇宙、これかな、これだね。はいはい、うん、スキャン、まあ、行きましょう。じゃあパルスドライブ使ってちょっと戻りましょう、自分の基地に。よし、着いた。はい、自分の基地着きましたね。よいしょ。うん、これであの赤いマークのところを調べれば OK。 基地コンピューター、これね、アーカイブ新たに追加されたみたいなのでラット値が高いね。うん、何が自動アーカイブリカバリー実行中。何がね復旧したのか、新しいデータアーカイブを調べる。エントリー 4925X が残っている。他にも埋没したモジュールを見つけた。建設は予定通り進んでいる。今回の探索で分かった。データをにコピー中だ。この一部分からないねところがあるんだけど、他にも利用可能なデータがあります。建設ログが修復されました。設計図の再構築とダウンロードの準備が完了しました。建設データベースを調べる。基地のテクノロジーデータを抽出完了。設計図をダウンロード中。埋蔵コンテナの設計図が修復完了。あ、埋蔵コンテナってひょっとしたらストレージじゃん。倉庫、やったー、これ欲しかったんだよ。ジカフェライトとソジウム、あ、これ作ろう、これ作りましょう。 Z メニューで作成できるわ。アンロックしなくていいんだ。貯蔵、あ、でけ、あ、こんなでかいんだ。これ外じゃないと置けないわ。ん？何？あ、びっくりした。ここに外に置くしかないか。家の中入んないよね。
家を大きくすればいいのか。これ消して、これも消して、でこっちに伸ばしましょう。床をちょっと整地しましょうか。こっちの方、うん、これでいいや。でこれでまた床を置いていく。よし。はい、できた。できた、できた。これでどう？うん。ちょっと大きくなったね、家が。お！かっこいい。なんか後ろに牽引してる。後ろになんか牽引してたな、今な。うん、ここの中にしたら入れようか。倉庫、ここに入るかな。それもちょっと心配。あ、大丈夫そう、大丈夫そうだ。これ見えないの痛いな。どの辺だろう、これ。わかんねえな。後でずらせたっけ、これ。あ、色も変えられるわ。色変えようか。赤に変えよう。いや、紫がいいな、このな。あ、ちょっと待った、できない。地カフェライトないじゃん。でここにピュアフェライト入れて地カフェライト作ります。30いくつだ、50いくつだっけ。まあいいや、60個ぐらい作っとこうか。いや、これでいいね。これで少し置いて探索いけるわ。よし、オッケー。うん、これでいいや。あ、でここにさっきのやつ、これコンテナ、貯蔵コンテナ。電力使うんだ。あ、電力必要なんだ。これでん、これ出ちゃってない？よいしょ。うん。あ、もうちょい前にやりたかったな。ちょっと待って、移動できる、これ。あー、移動できないわ。ここ開いちゃったな。そっか、下の床を見てやればいいのか。まあいいや。それでここに配線をつなげなきゃいけないんだ。電力が必要だったのか。線をつないでいきましょう。送電線、これだ。これをこの中に、中入れて失敗したかな、これな。ここか。よいしょ。うん、つながった。これで使えるのかな。あ、 E で開けられる。おお、二重スロットある。よし、入れていこう。よしよしよし、はい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 。こういうのを全部、そしたら置いていきましょうか。酸素は必要。ワープセルも持ってよう。うん、回収データ置いとこうか。発射弾、ソジウムは必要。よーし、いいねいいね。これでこれ回収しとこう。少しあれかな。ただもう、あれ、もうなくなっちゃった。早い早いわ。これもっと入れなきゃダメなんだ。そうすると次は何をすればいいんだ俺は。この基地アーカイブっていうのは、あ、もう特にないね。じゃあちょっとログ見てみましょうか。他のデータが修復されるのを待つ。とりあえずこれはそうしたらいいのかな。じゃあ目覚め、謎の人物の座標に向かう。うん、これがね、他のデータが修復されるのを待つになっちゃってるんで。
次この目覚めやってってみましょう。さあどこに行けばいいんだろう。ミッションターゲットは他の星系にいる宇宙空間にてギャラクシーマップを開くか。じゃあ行こう。で今日はねちょっと最後にこれをちょっとやっていきましょう。行きます。燃料あるかな。燃料、あ、燃料がちょっとやばいね。少し作ろうか。これどうやって作るんだっけ。足りるかな。ちょっと待って、うん、金属プレート、金属プレートを1個作って、で宇宙燃料 OK。 だいぶ操作も慣れてきたぞ。入れると、よし、じゃあ宇宙に出てギャラクシーマップ、おっと、これを開けばいいんだな。うん、宇宙に出ない。うん、はい、来た。でギャラクシーマップ、これでここか、ポトリエック、ここに移動すればいいんだな。ここ、うん、パルスドライブ燃料不足、いけない。ちょっと待って、いけないんだ。パルスドライブの燃料が不足してるみたい。パルスドライブちょっと待ってください。あ、これか、ハイパードライブか。よし、これでいけるかな。とりあえずここ、これでいいのかな。うん、ここに向かうと、これでまたワープセルなくなっちゃったから作んないと帰れないってことか。よし、来た、ポトリエック来ましたね。ちょっとね、これを銀か、あの水素、あれ欲しいな。少し貯めたいな。金、この辺は金なのか。あ、宇宙船のアイテムケースか。はい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 、どうしよう。したらこれちょっと捨てちゃおう。よし、え、何、ちょっと待って、敵来たっぽい。敵がいる。どこにいる敵。あ、いる、この辺にいる、どっかに。目の前にいない？3機もいるよ。どこだろう。見方がわからん。全くもって。こっちだ。あれか。違うか。いや、敵後ろだな。この辺りにいるはず。あ、いるはず。どっか。すごい近い。あ、あれだ。おお、よし、バトルしてみよう。見えない。この野郎、当たってんのかな。これは分かんない。よし、食らってる。やっつけたっぽいよ。一気やっつけたんじゃない。この上かな、わかんない。敵の居場所が、見えない。どこだろう。操作が下手すぎる。マジか。どこにいるんだろう。わかんないんだよ全然。
うお、やられてる。どこだ。そう、やばいやばい、いや食らってる。結構いた、あいつか。ここだ、あそこにいる。これだ。見失った。あ、いたいたいた。うわ、早いな。オッケー、よし。新しいバイキンからの評判、無害。どういうこと。どこにいる。あ、いた。やろう。ロケットランチャーつるがんだ、この野郎。クソ、合わない、難しい。当たんない。よし、やっつけた。あと一匹、あと一匹いる。こっちだ、この辺。もういないか。もう大丈夫そうだね。じゃあちょっとここ入って、うん、よし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 。いやいやいや、難しい。うん、ここでね、スロット買おう。ここではね、何にも買ってないんで。よし、はい。いやー、よかった、死ななくて。ちょっと待って、宇宙船って大丈夫なのかな。特に大丈夫なのかな。ダメージとか受けてないで、パルスドライブがもう使えなくなってきたので、ちょっとチャージ しとおこう。ハイパードライブはまた使えない。ワープセル作んないとダメだわ。じゃあここで買ってこうか、これ。よーし、これをやっぱり5000なのかな。1万すんだ、ここのは。あ、そうかそうか、2個目だから高くなってるのか。でもいいや、これで1個増えた。またはい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 、よし行こう。じゃあ謎の人物会いに行きましょうか。うん、ちょっとね、攻撃されちゃったけど、謎の人物に会いに行きます。いやー、これ戦闘面白いなー、マジで。うわ、なんかいっぱいいない？また敵らしきもの。でもちょっと謎の人物に会いに行きましょう。これパルスドライブ使って行こう。早い、もう着いた。近いな。これ最初にいた惑星かな。いや違うな、惑星名が聞いたことない。でも新しい星だな、これな。着いた、ここだ。え、なんかあれだね、がっつり建造物あるね。ここの星は来たことないな、多分な。おおお、ちょっと待った、壊れちゃってる。壊れてる壊れてる。宇宙船ここで不時着しちゃったのかな。ちょっと待って、俺と同じ？違うな。これだ、まずこれで、まずはこれ、信号ビーコン。うーん、損傷した部品を修理する。バイオ入力センサー、有色金属あるね。ソジウムもある。あ、たまたま持ってたから一応修復はできました。
未知の信号、生命反応はない壊れた通信機から雑音が流れ続けるばかりだ。記録を抜き出す。メッセージが何であったにせよ修復できないほどデータが壊れている。何者かわからないがここを去って久しいよう。あれちょっと見えない。こっちが壊れていないデータはある一連の設計図、マインビームに使えるアップグレード。マインビームのアップグレードだ。高機能マインレーザー、マインビームコンパニオンユニット。標準的なマインビームの広角を高級の生けるガラスと交換することで、規模の大きな鉱脈や希少な鉱脈に対してもビームを有効になる。あの結構でかいやつが取れるようになるのか。レンズが自動でビームの波形内の細かな揺らぎに適応することでビームの離散を最小限にし、装置の採掘効果を最大化する。へえ、なんか必要なものに配線繊維っていうのがあんな。なんか売ってたなこれな。うん、カーボンナノチューブを作成する、機密シールを作成するか購入する。宇宙ステーションの交易ターミナルで配線繊維を購入する、機密シールを作成するか購入する。機密シールって作れたっけ。これだ、濃縮炭素か。持ってないけどこれは作れるかな普通に。うーん、これは何なんだろう。ちょっと見てみようか。オケガワグ捨てられた宇宙船、これ直せないのか。あれ一応乗れる。あ、乗れる。こんな宇宙船なんだ。 B クラスだ。俺のよりいいわ。比較する必要はないけど全部壊れちゃってんだ。これを全部直さなきゃいけないんだ。テクノロジーはなんかすごいね、いろいろと入ってる。なんだろう、何これ。ちょっと待って、なんか出てきたぞ。何もしてないんだけど上に光線が伸びている。じゃあ壊れたデバイス見てみましょう。ちょっと今日ねこの辺りをちょっと少し見てみて、それで今回はやめましょうか。ナノマシン受領した34。怖いな、爆発しないよね。これはイオン電池。あ、これはあれだ、アトラスパスってやつがないとダメなパターンだ。あ、濃縮炭素ありがたい。これでたまんないかな全部。あ、発射弾、濃縮炭素は出なかった。うん、錆びた金属取り除いて、何がイオン電池と発射弾。まだ大丈夫だね。あとはそんなもんか。セーブする箇所がここにはないな。セーブ用ビーコン持ってきてるので、そうしたらセーブ用ビーコン、これを設置しよう。これ、うん、でこれでセーブしよう。 OK、 よし。じゃあね、一旦今回はこの辺で終了したいと思います。次回はね、マインレーザーの、マインビームか、ツールのアップグレードですね。次回はね、これをやっていきたいと思います。今回はね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ、見に来てください。それでは。